グレバを攻略。バイオ有材の製造ラインの作り方を解説します。グレバの安定生産に欠かせないバイオ有材。今回はグレバで最初に量産を始めるバイオ有材の生産ラインの作り方をご案内します。チャプター1、バイオチャンバーと搬送ベルトのレイアウト。バイオチャンバーをこんな感じで3マス間隔で並べます。次に左上に栄養素ユマコのマッシュ、右上にユマコ処理、左下に栄養素バイオ有材、右下にバイオ有材ゼリーナット処理トレシピ設定をします。さらにバイオチャンバーの間と外側に搬送ベルトを設置します。組み立て機にを設置し搬送ベルトの長さを見栄えよく調整します。最後に地下ベルトと分配機を設置します。チャプター2、インサーターのレイアウトとフィルタ設定。搬送ベルトのラインが出来上がったらインサーターをレイアウトしていきます。グレバでインサーターをレイアウトするときは少し大変ですが、フィルタ設定をするのがおすすめです。意図しない材料を搬出されてしまうことを防止するだけでなく、工場のレイアウトをするときに材料の流れを確認しやすくなります。工場から搬出させる材料で忘れがちな材料は全部で3つ。1つ目は腐敗物。腐敗物専用の搬送ベルトを用意するとつまらないラインが作れます。今回のレイアウトは一番外側が腐敗物ラインです。2つ目はユマコの種子。最後はゼリーナットの種子です。ユマコの種子もゼリーナットの種子もチェストに保管するのが便利です。チャプター3、腐敗物処理ラインのレイアウト。ユマコでは時間の経過とともにアイテムの鮮度が落ちていきます。鮮度が 0% になるとアイテムは腐敗物となります。なのでグレバでは腐敗物の処理も欠かせません。今回は左下部分に腐敗物を集めるレイアウトを作ってみました。組み立て機にのレシピ設定に栄養素腐敗物を設定。左下部分に余った腐敗物を貯めるためのチェストを設置します。分配機のフィルタ設定に腐敗物をセット。腐敗物を1つのラインに集めます。最後に腐敗物を一番下の搬送ベルトに流し込むようにセットします。チャプター4、最後の仕上げ。いよいよ最後の仕上げです。広域電柱でインサーターと組み立て機に電力供給をします。次に要求チェストでユマコを要求するように設定。ゼリーナットも同様に要求チェストで要求します。最後に腐敗物を組み立て機に投入すると栄養素が作られて工場が稼働し始めます。腐敗物から作る栄養素は 50% 変質した状態なのでラインが詰まる原因になります。なので回路を使って制御をするのがおすすめです。回路設定の方法は簡単。まず組み立て機にとバイオチャンバーをこんな感じで赤ケーブルでつなぎます。次にユマコ処理のバイオチャンバーに読み込む燃料を含めるにチェック。最後に組み立て機に栄養素0と設定します。これでユマコのマッシュで栄養素を作っているときは組み立て機にが止まるようになります。今日はここまで。今回作った工場のブループリントは後ほどコメント欄に投稿します。ぜひご活用ください。次回はロケット燃料や農業サイエンスパックの製造ラインについて解説します。次の動画の作成を少しずつ進めています。ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。今回の動画でお知らせしたテクニックはショート動画でも解説しています。この画面のリンクよりぜひご視聴ください。この動画が参考になりましたら嬉しいです。グッドボタンをお願いします。もっとこんなやり方があるよなどありましたらぜひコメント欄で教えてください。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。